大友市の館ですね。ここはですね、もうそれこそ何十年も前から、復元というかですね、発掘をしていて、最初見たのは90年ぐらいだ、なんか遺跡調査でもしてるのかなぐらいな。ただここは大友市の館、復元イメージここに出てますけど、実際相当大きな館だったんですよね。やっぱり今の大分の基礎となるその豊後の、府中とも言いますけども、基本的には府内で通してますけど、府内の中心地、まさに豊後の国の首都だったわけですよ。で、これ何番って書いてあるんですけど、これは特に総輪公の時代以降の話ですね。もともとは鎌倉初期に、相模の国の大友城ってありますけど、大友、あちらも発掘してますけども、あそこが元本願なんですよね。で、源頼朝の、子供だっていう説もある大友義直公が、こちらに入府して、それ以来戦国末期、秀吉に改易、実質上の改易を食らうまではですね、何百年も君臨し続けたと。いつも西国大名の話をするときは、よく言うんですけども、地頭から守護大名、もしくは戦国大名化してですね、そのまま続いて、江戸時代も続いていると、そういう武将たちが多いんですが、鎌倉初期に入った、武将たち、例えば、有名どころで言えば、毛利氏とか、鹿児島の島津氏とか、この大友氏もね、三本指かもしれませんね。鎌倉以来、中国地方はもっと多いですよね。天野氏とか熊谷氏とか吉川氏もそうですね。もうみんな、その相模とか関東とか、元の地盤があって、新たに地頭職を得てですね、その地へ赴任したと。奥州の南部氏もよく取り上げるんですけど、南部氏の場合は少し甲斐の国にいたのが長くて、盛岡はずっと後の話ですけどね、八戸とかあちらへ入っていった時代が少し後になってから入っていったので、鎌倉初期ではないんですけども、鎌倉の後から入って、室町、戦国と、この大友氏の場合は特にですね、規模が大きくて、この復元イメージもすごいんですよね。ここ一帯がですね、おそらく敷地で、今ここ道路になってますけど、この辺も多分全部そうだと思うんですよ。勝手に言ってるようですけど、いろいろ本なんかも読んだりしてるんですけども、広大な土地にですね、それこそ豊後の国の霞が関みたいな感じですね。ここへ土地を、お城っていうその後のね、天守閣とか、大分にある宮内城、大分城とも言いますけど、宮内城は竹中氏とか後世入った大名たちに作られた城ですから、大友氏とは直接は関係ないんですけども、大友氏の拠点はこちらの大友氏館ということになりますね。交流館ができてね、ちょっと今日お休みなんですけど、また来たいと思いますけどもね。これだけの発掘してますので、これは全部発掘するのって多分相当年月かかると思うんですよね。これですよ。最近見た規模としては駿府城ですよね。あそこも規模大きいですけど、そのぐらいの規模ですよ。あそこは天守閣のところで実際石垣とかいろんなものが出てきてるんで、大体規模が推定されてみたいですけど、ここは推定といってもですね、どのぐらいでしょう。もう本当に大きな野球場ができそうなぐらいな広さだと。今住宅地見えますけど、これも全部そうだと思うんですよ。この大友氏館の、竹田氏館で言ったら、本陣みたいなですね、本丸、お城で言えば本丸の部分だけなんですよ、これが。だから周りはそれこそですね、今、ちょっといろいろ見てきたんですけど、街中にもですね、ちょっと堀じゃないんですけど、なんかあるんですよ、いろいろ。ああいうものが後世直されてますけど、あれもともと堀割りされてて、後でいう城下町じゃないんですけど、そういう、大友氏一族以外の方たちですよね、町人の方とか商人、だからもう一大、なんていうんですかね、もうここが江戸みたいな感じの、もう小江戸じゃないんですけどね、そういうイメージですよね。復元イメージがこれ、ここ本丸というか本当の成長としてはですね、大友の一族だけ見ても相当の数がいますから、彼らが館を持っていて、鎌倉や京都や他の土地みたいに、これを本城として周りにですね、館を持って、そのさらに配下の家臣も一緒に住んでいたと思えば、こんな規模じゃないですね。これの10倍ぐらいの広さだと思いますよ。大友一族はものすごい一族ですから、それぞれの家がもう一大名みたいな感じですからね。
それ考えるともっと広大な土地になってたんじゃないかなと思います。大友親方でした。